こういうドキュメンタリーやっぱりワクワクするよね。綺麗な映像でもうずっと見てられるよね。こういうの夜中さ酒飲みながら見ると最高なんだよね本当に。ベストフリックス見て見てみんな見て、上半身は走ってるけど下半身歩いてる人だよ。見て、上半身だけだと走ってるように見えるでしょ、下半身は歩いてるよ。 I'm Tony Gak。 今日もみんなに素敵な作品を紹介しちゃうよ。おペンギンちゃんじゃん。いたこんなの。かわいい。すっごい毛が短い。こんな子いたんだ。ちょっと写真撮ろう。写真、はい、チーズ。OK、 Don't worry I'm wearing。 かわいいね。こんないたいた、すっごいチクチクするんだけど。ペンギンとさ写真、もうやめてよ。なんでこんなの置いてんの、裸のおじさん出てくんのに。かわいいね、かわいいペンギンちゃん。よし、今回のテーマ決まりました。ペンギンを見て思いつきました。今回のテーマはかわいいペンギンだって見れちゃう、知的好奇心をくすぐる地球と宇宙のドキュメンタリー5選だ。1本目はアンノン、宇宙の起源に迫る究極の望遠鏡。この番組は4部構成のドキュメンタリーシリーズの宇宙編。 NASA が行った遥か彼方の銀河の姿を鮮明に捉える宇宙望遠鏡、その開発から打ち上げまでの壮大な任務の舞台裏に潜入。どうやって俺たちは生まれたのか、これ宇宙って何なのか考えたら止まんなくなったよね。中学校の時とかね、友達と。エンジニアや科学者たちが宇宙の謎を解き明かす姿を骨太ドキュメンタリーだ。2本目はヘンテコプラネット、俺たちの住む地球についてもっと詳しくなれちゃう番組、それがヘンテコプラネットだ。見てくれこの動物たちの自然な姿。地球上にはヘンテコな生き物たちがたくさん存在することを教えてくれるシリーズだ。いや、綺麗な映像でもずっと見てられるよね。今までと違う動物たちの世界をこの番組で知ることができるぞ。いろんな国に行っていろんな動物たち見てみたい。アブソーンプラネット。3本目は地球外生物の世界。今度は宇宙の生き物だ。銀河の果てに存在するかもしれない宇宙生物の生態を科学的事実と空想を交えて紹介する全4話構成のドキュメンタリー。宇宙人いるのかな。この間飛行機乗ってる時 UFO 探したけどいなかったね。 SF や科学に興味ある人はめっちゃくちゃ楽しいぞ。多分ですけど宇宙人います。4本目はアワープラネット、私たちの地球。地球のさまざまな自然や動物たちを美しくて迫力のある映像で紹介するドキュメンタリー、それがアワープラネット、私たちの地球だ。映像がほんと綺麗だわ。撮ってる人がすごいよね、本当に。北極やジャングル、海や砂漠、あらゆる環境の中で生きる動物たちをありのままの姿で見れる貴重な映像だぞ。楽しみ。5本目は宇宙、その始まりはどこからなのか。宇宙と地球、その138億年の歴史を考える壮大なドキュメンタリー。宇宙の始まり、ビッグバン、銀河の誕生から生命の誕生までを6つのエピソードで紹介するぞ。
いやこれは一人で見た方がいいよ。とか、あーマジでって言っちゃうから一人で見て。最新の CG やアニメーションで描かれた宇宙、リアルに撮影された地球の自然、その美しい映像は見てるだけで世界の神秘を身近に感じられるぞ。最高な5作品だ。いやーこういうドキュメンタリーやっぱりワクワクするよね。よし、とにかくもう宇宙のゼノポーズやっちゃうよ。いくよ。宇宙人に連れ去られそうになった時の全裸ポーズ、カモン。ふん、大丈夫、やめろ、あ、もうやめろ、やめろ。Don't worry, I'm wearing. OK! 最高、ありがとう。最高の宇宙人だったよね。よし、みんなこの YouTube の概要欄に作品のリンクを貼っとくから、気になった作品があればしっかりチェックしてくれよな。忙しい1週間お疲れ様、とにかく明日は休むな。また来週。 Thank you!